嫌な予感。ん、なんだ？確認できない。なんだ？まだ戦えと。あれに突っ込めば良さそうだけど、突っ込むか。てい、てい、登れと。なん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 だあれ。いや、とにかく進もう。なんかたくさんワープできる場所があるけど、こっち？何、まだ洗脳されてるってことか。あ、原発でけえ。めっちゃあるけど、ワープゾーン。これ以上どこ行く？あ、こっちか。降りて。降りれる。あんなにいた軍の人たちは全員死亡？これはモノリスなんだよね。モノリス揺れてる。ワープ。だ死んだかと思ったわ。あー、反動が。次向こう。ほい。おー、これは原発の最上階？ヘリ落ちてる。わわわわわ。登って。登って。あれ？これ登れ。いや、登れないなんてことはないはず。
おう、こっちか。私に一体何をさせたいの？ランチャー持ってる。これ向こうを目指してんのか、これ。向こうを目指してんのか。お。これ隣の建物。いや、死体がえぐい。え、これジャンプ？お。あ、進んだ。どうなってる？うわ、また別のとこ。これはどこに行けばいい？うん、無理だよね。あ、これ下、地べたがまずいんだ。反動がすごい。地べたがまずいって言っても、ここを登ったところ、あ、そこか。え、これ届く？よし。あー、揺れる揺れる。ほい。画面は揺れるし、これ。わあ、近づいてるよ。こっち。で、こっち。離れちゃった。こっちか。もうそろそろでしょう。突撃。ねじめ。え、何？シドロビッチが一瞬映ったけど。え、一瞬あそこにワープした。あ、っていうかシドロビッチには。俺がストロークだって伝えてなかったけど、伝える選択肢あったのかな。お、上行って。痛い。なんかまたおかしなところにワープしそう。ほい。あ、長いな。これはワープゾーンじゃなかった。どこだワープゾーン。
どっか上に登んないと。めっちゃ揺れる。あった。とにかく進んで。いや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 、みんないい武器持ってんな。ほっ、これ登って。にしても避難してんだけど全くダメージがある。ランチャーをやめて。おい、я не знаю, правильно я поступил или нет, и, наверное, никогда не узнаю. Но я сделал выбор. Надеюсь, он был верным. ちょっとちょっといろいろ早すぎてさ、展開が。なんでランチャー食らわなきゃなんないの。ちょっと待って。ここはプリピアチ、ここはそうプリピアチ。何が起きてんの一体。これは何一体。何いやー、キーンやめて、キーンやめて。いた。まだキーン、うおー、なんか見たことある、あいつ。なんか見たことある、あいつ。いや、こいつ見たことある。やめて。武器が勝手に解除される。で、あいつ倒さないと。あー、やめて。その超ズームやめて。やめて、撃てない。ちょっと顔隠して。
やったっしょ。治った？こいつ何なんだろうな。まだ若干視界がグラグラするけど、とりあえず C エンドってことで。優秀優秀、私優秀。任務が何もない。さっきさ、一瞬だけどシドロビッチのとこ戻って報告しろ的なものが出たから帰るか。しんどいけど、ちょっとビシバシ撃たれてっけど、マップの端から端だからな。しんどいけど帰るか。あー、やっとこさ帰ってきた。乗り物がどこにもなくて永遠に歩く羽目になった。確かになんかシドロビッチと話せ的なクエスト一瞬出たよな。だから戻ってきたんだけど、ともあれモノリスは破壊したし、奴らとも協力しなかったし、きっといいんでしょこれで。到着。вернулся。チェルノブイリ発電所から戻ってきた。はい。興味深いものが手に入った。お？そうそう、なんか超意識とか言ってたね、プロジェクト。少なくない、全然少なくない。はい、ゾーンの世界で自由に生きようと思う。おお。ああ、終わりだ。ну, удачной охоты, сталкер。終わりましたな。スタッフロールとか出てこないけど、つまりはまあ、あの人たちこのゾーンの世界のあの希少鉱物アーティファクト欲しさにあそこ近づけないようにするためにモノリスとか気づいたり、あと洗脳工作品であるスタルカーとか作ったりで、近づく人はあれで騙して、モノリスで騙して殺したりとなんてわけだったけど、有限なんて言っちゃうから破壊してパーにさせちゃったと。ストロックで、とりあえずこれで一件落着というわけで、まあ、シドロビッチとかその他売人からはいろんな任務を受けれるんだけど、シャドウ・オブ・チェルノブイリはこれで終わりにして、あと2作ね、クリア・スカイとコール・オブ・プリピアチの2作品があるから、次2作目にあたるクリアスカイをやっていこう次回は。じゃあシャドウ・オブ・チェルノブイリは、ここまでで終了。じゃあ次回はクリアスカイやってきます。はい、ご視聴ありがとうございました。